ジュー元フレンチシェフの家料理。今日はですね、取り立て先のイタリア風だけどちょい和、ちょい和ってことはちょい和風ですね、スパイスはね、オレガノと、スパイスってあれですけど、オレガノとパルメザンチーズを使って、オレガノはピザのねソースに入れるといい香りしますね。ということで、手羽先を今日は簡単に作る方法はですね、イタリア風にワインのおつまみもいいし、おかずにもなります。まあ、材料が手羽先、ニンニク、オリーブオイル、鷹の爪、パルメザンチーズですね。でポイントは、皮面を必ずしっかりと黄色に、黄色じゃないですね、黄金色に焼くと、弱火からじっくりと焼くということですね。肉の火入れは表面はしっかり焼くんですけど、中はお好みでですね、どの程度入れるかはね、お好みでやってみてください。じゃあスタートします。材料がね、手羽先ですね。まずこの手羽先ですけど、僕はちょっとこれ、このナイフを、これね、また皆さんにこのナイフを、料理歴50年のナイフをまだ見せますが、これはね、若い子から使ってるね、まだまだ若い19歳ぐらいの時から使ってるやつですけどね、肉屋さんにいただいたんですけどね、これはこんな大きい、骨引き包丁だったんですけどね、まあ、それですか。ここが今日はですね、ここの2本あるので、これ取っちゃえば、まあ、チューリップみたいになるんですけど、こう切ってですね、切ってこうバチッとできますけど、今日はこう食べやすくですね、このままこれ残しておきます。だけどここのもし食べにくかったら1本だけ取ってですね、これ1本取るんだったら、ここにナイフ入れて、でここのところにここに骨があるんで、そこをなんかこうできればですよ、できなかったらそのままでいいですけどね、できれば、まあ、食べやすくするんだったらここ1本抜いておくとあと楽かなと思うんですけど、結構手間がかかるんでね、手首が消したりするんで別にそのままでもいいです。ここにね、ここに出てくるんで、この骨が、だからこれを取って、普通はもうこう取ってこちらから抜いてもいいんですけど、こんな手間のかかることをしなくてもいいんですけど、こうすればね、骨だけ抜けてくるんですけど、これ見えるかな。一応今日は僕はそういうふうにしてますけど、別にこのままでもね、大きいままでもいいでしょう。これを今日1本だけ骨そのままでいきます。あとはちょっと僕抜いてみたんですけどね、家庭ではなかなかやりにくいんでね、いきます。で鶏にはですね、少し軽く塩コショウしてもいいんですけれど、今日のは少しね、いいんですけど、いいんですけどしますということですね塩コショウ、ちょっとね、皮の方に鶏の方に塩コショウ。でフライパンをもう温めておきますね。これはちょっとフライパンは先にあんまり温めておくとちょっと訳があります。訳があるってことはですね、今からこれで塩コショウしたらですね、オリーブオイルを入れます。でペペロンチーノ、スパゲッティやるときのようにちょっとあれですけど、多めっていうか、言うときのように、最初は弱火から香り出すんで、もちろんこれ種をね、種を取ります。種を取って、それにニンニクも、ニンニクはちょっと大きくでいいです。大きくね、これを大きいやつを3つぐらいこういうふうに横に切ってもいいんですけど、まあいいでしょうね。香りをね、香りを入れます。で、あとパルメザンはこれです。それにオレガノですね。オレガノのこれはね、ホールになってるやつですね。これね、これがのドライ、乾燥したやつです。油にしっかり香りを出しておきます。しっかり香りが出てきてるんですね。これはとニンニクきつねだったらね、きつねだと油に香りが移ったら、一応これを一回出しておきます。これを出しておきます。
ね、っていうのはどっちかっていうと焦げてしまうことがあるので、ね、ここに皮面から入れていきます。今日は何本かな、そのワンパックあったんで、ワンパックだけ入れますけど、今日は全部入れるところですから、これ僕ちょっと骨が取ってあるんですけど、骨取らないやつでも1本ね、これそのままでやってみます。2、2、1、5本、これ全部ちょっと1本取ったのもあります。全部取ってみたのもどうなるか、ちょっと1回テストの感じでね。2、4、5、6本、7、8、9、この10本ありましたね。10本やっちゃいましょうか。やっちゃいます。でじっくりね、皮面をまず焼いていきます。ここからね、ちょっと一回時間を見てみますから、一応10分入れてみましょうかね。じっくりじっくりここでちょっとね、ここだけで手間がかかるんですけど、ここだけしっかり見てればね、ほんと美味しいのできますから。これはね、ワインのつまみものつまみもありますしね、美味しいです。弁当のおかずにもいいかな。じっくり中火か見ながらですね、皮面これね、これ少し焼けてますけど、もっともっとこれをパリッと焼きたいと思います。はい、これで5分ぐらい焼いて、できましたけど、やっぱりね、骨取っちゃった方がこうやってね、きれいに焼けるんで、骨取っちゃった方がいいかもしれないですね。ここまでチューリップみたいに骨だけここをバッと抜いちゃうと、ね、それをお見せすればよかったですね。ここまで来ると鶏肉、鶏の脂が随分出てくるんで、脂が随分多くなってきましたね。揚げるような状態ですから、ここでね、気をつけてくださいね。やけどしないように、やけどしないようにね、これぐらい入れてくると美味しそうですね。美味しそうに見えますね。で、これでほとんど火が入ってからですね、油を捨てますね、あの、こっち捨てます。でここでニンニクと鷹の爪を落としますね、油は捨ててください。そしてここでオレガノとパルメザンチーズを用意します。さっきね、ここでオレガノを少し振っといてもいいですね。オレガノを振っといてもいいです。塩コショウついてるんで、これだけ綺麗に黄金に焼いておけば、このパルメザンチーズ、パルメザンとオレガノだけでも十分美味しいです。だけど、今日はちょっとね、ご飯にも、ご飯を食べるとき、まあ、ご飯をちょっとご飯に合わせようってことなんで、ちょっと、おつまみだけじゃ、ここから塩こられるじゃないですか。で、ここで、ね、ちょっと火が入ったら、これでちょうどね、10分経ちましたね。これで、ね、ちょっと、タレを、ワイキータレ、入れます。で、これでちょっとね、照りを。あ、そう言うとね、オレガノと、オレガノもう少し入れて、最後に、ここからもさっそくね、仕上げましょう。ここにチーズ、ね、雪のように、入れますか？雪のように入れたら、ね、ね、はい、これで出来上がりですね。それを今日はね、ちょっと油回りになりましたね。今日はイタリアの地のりのお皿、今日の葉っぱ何でしょう。今日の葉っぱはね、これも油なんですね。なの西洋油なんですね。大きくこんな大きくなっちゃった。これはね、これは骨付きですね。ちょっとね、骨ついてます。骨がついてないとこうなりますけどね。結構ダイナミック、でも美味しそうでしょ。ちょっと時間かかるけどね、油がね、危ないっていうかね、危ないですけど、ちょっとね、気をつけて皆さんやってみてください、ね、ちょっとね、郊外でやってもいいですね。キャンプなんか行ってやってもいいですね。はい、ね、ここにあとニンニクと、なかなか野生味あふれる料理ですね。これでちょっと上からチーズ振っててもいいですけどね。オレガノも最後に香り出す
ね、これぐらい振っといてもいいです。で、まあ最後にね、ちょっとあれでしたらオリーブオイルをさっと振ると。もう振らなくてもいいんですけどね。はい、これで出来上がりました。鶏手羽先のイタリア風、ちょっと和風。ね、オリガノのパセリ風味。いい香りがします。はい、じゃあね、わからないことがあったらね、ぜひコメントくださいね。美味しそうでしたら、チャンネル登録よろしく。じゃあまたね。バイバーイ。